第3レーススタートしましたさあ横一線が崩れています1番車の玉手、外から煽って飛び出した6番の為田,田学、まず先頭誘導員の後ろ車間を詰めたのは白の勝負服人気の中心となった1番の玉手翔です。 さらには7番の龍門隆と近畿の3人その近畿勢の並びは3番車江端が大きな軸ということになりまして1番の玉手翔7番の龍門隆です3番1番7番そしてその後ろに4番車の井出良良太6番車の田村学部4番6番と九州地区2名そしてその後ろに5番車の川野2番車の藤田 福岡ラインということになりますこの福岡勢は四番車の井寺六番の田目田九州地区とは別戦での戦いということになっていますしたがって三人二人二人とラインが分かれています二週間目二コーナーから向こう流しに入っています現在は三番車の江畑隆が正候補です今日も思い切った先行を期待したいその福井の江畑隆に一番車の田畑賞人気の中心となっていますさあ後ろから アクションを起こしてきました5番の川野真ですこの動きに九州4番車井寺良,良太あるいは6番車田目田学を乗っていきます3番車の江畑は引いたのですが3番手まで外に4番車井寺良,良太が控えてこれから2コーナーから向こう上面です5番の川の芯が先行であります 金がいって3コーナー先行5番の川野2番車の藤田賢次が2番手3番車の江端は現在は内の3番手懐相手のところすっと上がってまいりましたさらに今度は4番手井寺亮太が上がっていく最後の金がいって残り1周の 400m を切っています 4番手の田村、4番、6番、さらに後方から3番の江畑隆がまくって、第2コーナーからバックの中央です、先行4番の井寺、3番車の江畑隆が渾身の力でまくっていきます、どうやら4番車の井寺を捉えました、続いて1番のタマでしょう、4コーナーから直線構成、帰ってくる、先頭3番の江畑隆、そして後ろからは2着、混戦、4番車の井寺、うん、が残ったようにも見えたんですが、際どい勝負。 リプレイで確認しましょう、まくりきった3番の江端、そのまま先頭でゴールを通過、2着がどうか、4番車のイ田田もかなり残っていたように見えました、ご覧のように3番、4番、3着に1番車の玉でしょうか。